アジアカップグループステージ第3節、日本3、1インドネシア、1月24日、アルトゥマーマスタジアム。動画、ストライカー・上田の追加点、今大会、初先発を果たしたママイグマアキラヤが好パフォーマンスを披露した。日本代表は1月24日、アジアカップのグループステージ第3節でインドネシア代表と対戦。上田綾瀬ののゴールなどで3対1の勝利を収め 決勝トーナメント進出を決めた。この試合に右サイドバックで先発したマイグマは、序盤から高い位置でボールダッシュしてチャンスを作ると、35分には久保建英とのワンツーでペナルティエリア右に抜け出し、クロスを供給。これに合わせた中村啓斗のシュートは左ポストに直撃し、得点とはならなかったが、マイグマの果敢な攻撃参加が決定機をもたらした。自身の持ち味を存分に発揮し、 サイドで推進力をもたらした26歳の DF は、インドネシア戦の攻撃への関わり方について、こう語る。思い切って出ていくのは自分の良さだと思いますし、そこは自分で考えてやっていますけど、そのリスクっていうのはしっかり見ながらは出ていくようにはしています。その数や質を増やして、よりアピールしないといけないと思います。先発出場のチャンスで、しっかりとアピールに成功したマイグマは、 日本がアジアやその先で勝っていくためにあのようにバイタルエリアを攻略していくのはこれからどんどん必要になる」とした上で一つの日本のアイデア「武器になれるように自分自身やっていきたいです」と力強く言った。